はいどうも、テンプさんとチャンネルの時間やってまいりました。テンプさんとうとばしろきです。はい、前編中編とね、ご覧いただけたかなと思うんですけどもね、はい、現在の収支はこちらとなっております。はい、まあ、大幅なプラスとなっております。雨の方はね、遅くから降り出すかなと思ったら結構早めに降り出しちゃって、はい、もう川口が完全な雨騒動となっております。それを踏まえてね、9レースから12レース、はい、12レース優勝戦を行われるんでね、頑張っていきたいなと思います。9レース、出走見ました。よく見たら2号車の東山正道選手ですね。あと7号車の荒井慶太選手、インコースで走って出走8-1っていうので結構いいと思うんですけども、まあ、荒井慶太選手ってインコースが効かなかったとしてもね、雨ソールだと外に切り替えたりとか臨機応変に走りできる選手なので、ね、まあ、問題はないかなと思います。あと注目は1号車の篠崎美濃選手、出走8-4ですけどもね、雨結構上手い選手ですから、この人にちょっと注意して買いたいなと思います。はい、第9ですね、車検を買ったんですけども、7号車の方から1、2、3、4、5と、2、3、4の7選手ということで、はい、荒井慶太選手をね、軸に買わさせていただきました。まあ、一応ね、荒井慶太選手、インコース走ってたんですけども、インコース効かなかったとしても、外を走ってくれと見て、荒井慶太選手、軸にさせていただきました。はい、ということで、9ですね、見ていきたいなと思います。9レース、さあ荒井慶太選手どうだ。まあまあまあいいスタートじゃない。荒井慶太さんもね、多分レースになったら外回ると思うんだけどね。外回せ。いやー、よし、番号もらったかな。慶太さん頑張れ。4-7、4-7、4-7、4-7、4-7。いやー、ちょっと大丈夫かこれ。4-7、4-7で頼む。ちょっと思いのほか篠崎選手伸びてるけど、まあさすがにここまで来れば4-7になるでしょう。いや頼むよ、4-7になって。いや意外と1の方が伸びてんな。マジこれで4-7だな。頼むぜ慶太さん、行ってほしい。いや1の方が伸びてんな。頼む、4-7ならんか。そこまで来て4-7ならんか。1伸びてんな。頼む、まだあるまだあるまだある。最後頼む。いやー直接離されてる。いやマジここで頼む、いけ直線。うわ伸びないか。4-1だな。舐め切っちゃいましたね。まあ、篠崎選手かなり伸びてたってことですね。これはね、4-1-7ってことですね。はい。はい、第10レースの出走見たんですけども、4号車の松尾選手、かなりよく見ましたが、ただちょっと、松尾選手、雨、そこまで得意な選手ではないので、どうかなって感じはするんですけども、ただね、外を回してたんで、まあ、今、外を聞いてますから、松尾選手、チャンスあるかなと思います。あと佐藤真也選手も外を回してね、吉原恭介選手に引っかかるような出走だったんですけども、出走8-1と、
ただちょっと毛穴ね、落車が気になるんですけどもね、穴で面白い存在かもしれないですね。あと1号車の木村選手も、はい、中間のコースに出て一応、まあ、そんなに悪くないかなと思います。で若い選手もね、質問7球といい質問出てますのでね、そこも注意して先ほど買っていきたいと思います。はい、移住ですね、先ほど買いました4号車の松尾博光選手から4-1357とで、大雨で7-1348、1号車の、ね、木村選手がマスク突っ張って、はい、後ろを抑えながらね、そのまま逃げ切っちゃうパターンもあると見て1-234、こちらね、買わさせていただきました。移住ですね、見ていきたいなと思います。さあ、松尾選手頑張れ。いやマジ？マヤちゃんまくりきっちゃえ。あるよ。よし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 。よし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 。マヤちゃん頑張れ。きついか。マヤちゃん頑張れ。マヤちゃん。マヤちゃん頑張れ。マヤちゃん頑張れ。誰に勝ってるんだけど、いやーマヤちゃんまくり切ってくれるかな。いやこれつけんだろう。佐藤真也選手ね、ワンチャン一着あるかなと思ったんですけど、はい、まあ、やっぱ雨の実績って感じですかね、これは、はい、まあ、金子大輔選手が追い込んできての一着でしたね、はい、気を取り直して11レース頑張りたいなと思います。第11レース、質問見たんですけど、高橋光選手、すごかったですね。1号車の81、いや、めちゃくちゃ伸びてましたね。ダロー選手もかなりよく見えましたね。まあ、ちょっと1とか4で売れると思うんですけど、ね、ここね、穴を狙ってみたいと思います。6号車か8号車、ちょっと買ってみようかなと思います。第11レース、ちょっとね、穴狙いで資源買わさせていただきました。6号車の頭からも、1358と、1-1356、これものすごい配当ですね。あと1の形と4の勝ちで、あと1-1の勝ち、こちら5歳で、はい、買わさせていただきました。さあ、11ですね、どういう結果になるのか楽しんで見ていきたいなと思います。頼むよ。いやーな、ラオスさん、オープンくれ。8いけ、8いけ、8いけ、よし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 、あるよ、よし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 。いやマジあるぞこれ。佐々木さん、よし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 。え、激アツ、え、激アツなんだけど、8686、なんかの間違いに7残らん。え、めっちゃ激アツ。いや三つ毛さん、いやもうちょっとやめよう。いやーちょっとやめて。よし頑張れ。
しゃ、六八、六八八を変えた、飲む、よし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 。いやちょっと三つ目で、うまくマジ？マジか。坂田さん頑張れ。突っ張れ。じゃあ一八で頼む。じゃあ一八で頼む。佐々木さん。いやじゃあ一八で頼むわ。いやちょっと。188。いやーマジか、161かノーボックスで買ってやるけど、18の方がいいな。あそうか、16だよ。18。いやー18か。11ですね。168で当たったんですけど、ちょっと8の頭とか6の頭とか買いすぎて、ガミになっちゃいましたね。いやー、まあ、でもちょっとね、佐々木選手とか久保田選手の頭で、ね、結構夢見れたんで、すごい楽しみだと思います。はい、4000円ぐらいガミになっちゃったんですけど、まあ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 、いいでしょう。続いてね、次、いよいよ優勝戦なんでね、優勝戦、基礎を見ていきたいと思います。第12レース、オールスターオートレースの優勝戦のね、そう見たんですけど、加賀谷選手かなり良かったですね。これ圭一郎選手もそんなに悪く見えなかったですね。ただ加賀谷選手の伸びが良かったなって感じがしますね。あと飛龍選手も、はい、結構見ました。あともう一人ね、ちょっと目立ったのが6号車の篠原篤選手なんですけど、さてどうかなって感じがしますね。ということでね、加賀谷選手はお時間で勝ってみたいと思います。はい、12レース車検を買いました。加賀谷選手の頭からね、3-7-4の前提、2-3の前提に買いました。はい、加賀谷選手がね、地元で SG 初制覇あるんじゃないかということで、加賀谷選手に期待したいと思います。あとね、これね、応援車検として5の前線と7の前線、いやもうこれはね、本当に応援車検のあれなんですけど、こちらの方も買いました。まあ、2-3-3-2でなんか決まりそうだなって自分はね、思ってるんですけどね、出してどういった結果になるのか、優勝戦ね、楽しんでいきたいなと思います。いや加賀谷さん頼むよ。加賀谷さん、どうだ。それは加賀谷さん、それをやってるわ。それだったら4番行こう。それだったら4番行こう。加賀谷さんやったか、ここで8。
行ける。カエさん3着も来たか。おお、負けた。いやー、スタートの遅れが。スタートの遅れが響いてんな。無理か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 。いやー、慶長選手の優勝だ、これ。いやー、243。いやー、スタートが遅れなければ。いや、でもすごい、慶長選手。うわの優勝ということで、はい、いや素晴らしいですよね。ただ加賀谷選手スタート遅れなければチャンスあったんじゃないかなと思えるような動きでしたね。いや惜しかった。でもね、いいレースでしたね。ということで、本日、後編、お送りいたしましたけどもね、終始の方はこちらとなっています。結構なプラスで終われたんでね、はい、良かったかなと思います。いやでも今回のねオールス、自分も結構なんかいろんなもう波があって悔しい思いとかもねしたんですけども、まあまあでもね楽しめたかなと思います。ということで本日の動画はこちらで終わりにしたいと思います。改めて鈴木伊藤選手 SG オールスのことです優勝おめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。